こんばんは。そう、明日はラジオなので、ちょっと待ってね。イエイ。明日は回線大丈夫か、大丈夫なように頑張ります。メール送った、嬉しい。最初に読まれるような感じにした。でも文字数が多かったかも。文字数とかも関係あるんよ。でも嬉しい、そうやって考えてくれて。皆さんじゃんじゃん送ってください。じゃんじゃん送ってください。サッキーさんや、サッキーさんって何？サッキーさんって何ですか？前髪切ったんだよね。昨日？昨日切ったよね。昨日だったよね。あんまり長いとクラさん読みにくい。ああ、なるほど。そうね。まあ短くて簡潔で面白い方がいいよね。確かに、どうなんだろう。サッキーさんってどなた？コメントくださってる方ですか？サッキーさん呼んでみた。そう、今日 AKB48 デーなので、皆さんぜひ拡散してください、見てくださいって。ぜひ見てくださいって言っといてください。すごいね、これエフェクトってめっちゃ変わるんだね。すごっ、怖いね、すごいね。めっちゃ変わるんだね。前髪めっちゃ切ってるよ。どう？似合う？ん？下北頑張ってね。嬉しい、サッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サッキーさんも7時から言って開けといてくださいね。バモーサーって何？似合う？本当に？イエーイ。そう、そうだよね、餃子のポッチさんの誕生日の日は切ってなかったね、まだ。切る次の日、切った次の日、ん？切る前の日じゃない？ね。そうなんですよ。昨日切ったばっかり、だから切りたて、ほやほやって感じです。はい。今日から30日までに500ポイントあげるとメンバー名前入りアバターがランダムでもらえますだって。みんな頑張ってください。私のをゲットしてください。前髪短いの好きです。本当？ワサプさん、レジ本当に嬉しいな。みんなゲットしてね、私のアバター、私のアバターゲットしてください。ん？下北 FM 電波大丈夫？いや、大丈夫だと思いますよ。うん、ランダムね。ランダムっていうのがね、ちょっとあれだね。確かに Y がもっとバッサリいったから Y の勝ち。え、そんなバッサリ切ったと？本当にバッサリ切った？どんぐらい切った？見してん。明日のお題は配信でしてほしいこと？え、お題とかあるんですか？ちょっと待って。お題とかあるんですか？
配信でしてほしいこと、あ、そういうこと、メールのお題、メールのお題かな、メールのお題ってことかな。私のアバターみんなゲットしてください。何のお題、メールのお題かな、メールのお題ですか。待って、私は何を準備したらいいんですか。電波より大倉さんの暴走が心配。おお、暴走されるんですね。楽しみにしておきますね。やばい、ちゃんとついていけるかな。私ちゃんとついていけますか。心配です、すごく。私大倉さんについていけますか。ちゃんとみんなちゃんと温かく見守ってくださいね。はい、たくさんコメントしてください。待ってます。うん、サノかわいいかわいいお顔で参加すればいい。ほんと引くと思う。そんなに、あ、回線がついていけるか。なるほど、明日応援してる、ありがとう。引くと思う。そんなに私ついていけますか。待って、私は何を準備すればいいんですか、明日のために。何を準備すればいいですか。ちょっとみんな、皆さんの方が多分ね、知識多いと思うから、下北 FM さんについて。下北久しぶりに見る、本当嬉しい。皆さんの方が多分絶対的に知識多いから、本当に分かんないから、みんな教えて、アドバイスして。楽しむ心を持っていれば大丈夫。あ、本当に。鶏肉の話って何ですか、ちょっと教えて。下北見たことないから知識ないかも。かな、一緒、私と。電波をたくさん貯めといてください。 OK です。 Wi-Fi さんにちょっと電話しておきますね。Wi-Fi に今日電話するから大丈夫。何回も俺見たことない。お、ひょうさん明日見てね。何回も現地行ってるし、大倉さんと話したことあるし。あ、じゃあちょっとエクボくんアドバイス、ヨロピーマン、あやちゃん、やっほー、今日見れる、ゆっくり。今日皆さんゆっくり配信しますね。鶏肉って何。大倉さんが鶏肉好きなんですか。鶏肉の話って何。そう、リモートですよね。リモートです。はい、リモートです。あ、出っ放しの鶏肉。あ、分かった。思い出した。これね。なるほど。これ、話すタイミングあるかな。見れる、嬉しい。明日、危うい。明日見ようね。明日何分配信できますか。何分出演ですか。私明日メールたくさん送ってく、そう、メールたくさん送ってください。あ、私の出演時間は7時からです。はい、あ、すんごいかわいい虹、ありがとう。そう、メールたくさん送ってください。メールも生電話も待ってます。私と生電話してください。あの、私生電話初なのですごい緊張すると思うけど、あの、生電話とかね、絶対そんな生電話する機会ないから、生電話私としてください。皆さんぜひ、宮崎、そう、スタバのフラペチーノ、そう、宮崎県は日向夏なので、皆さん宮崎に日向夏飲みに来てください。スタバのために飛行機で飛んできて、みんな、そう、7時から見てください。7時から8時過ぎまで1時間か。なるほど。9時半まで勉強、9時、あ、間違えた、7時半まで勉強ってことは
7時半から見る、31分から見て超刻むでしょ私。8時45、あ、1時間45分どんぐらいだろうね。あ、リモートじゃないと決まったんだ。じゃあ電話するにはお金を払わないといけないので、詳細は下北のツイッターをご覧ください。だそうです。ご覧ください。村場でもしましょう。待ってます。宮崎県は日向夏の上に乗っているのがマンゴー。さすが宮崎ですね。うん、地元フラペチーノもちろん知ってますよ。あのスタッフさんが8っぽいねって、そうグループで言ってくださって、そうめっちゃぽいよね、8っぽいよね。47都道府県種類があるんだ。これは見なきゃ怒られるパターン。そう、見なきゃ怒ります。怒っちゃうぞ。そうね、和歌山みかんだったね。どこだったっけな、めっちゃ美味しそうなのがあったんだよね。どこだったかな、どっかがねめちゃめちゃ美味しそうだった。何だったっけな、忘れちゃったな。なんか抹茶多くないですか。抹茶系多かった気がする。うん、生電話希望の方はオンラインチケット購入が必要です。はい、ありがとうございます、宣伝してくださって。北海道、宮城、東京、山梨、茨城、え、宮崎は？うん。そう、めっちゃめっちゃそう抹茶多かった気がする。大阪ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース。こいつをギュギュッと飲み干せば、なんだっけこれ、何の曲だっけね、わかんない、何の曲か忘れた。なんかあったよね、ミックスジュースの歌かな。私推しになってください、さきさん。いや、マンゴーじゃないって、あの日向夏味なので、宮崎、はい、飲んでください。え、懐かしいよね。あ、ミックスジュースの歌本当に合ってる、これ。ミックスジュース、ミックスジュース、ミックスジュース、こいつをギュギュッと飲み干せばの後はちょっと忘れちゃいました。あの、これ何の歌ですか、何で流行った曲これ。そう、日向夏だよ、宮崎の地元フラペチーノ。嬉しい、さっきさんありがとう。お母さんと一緒か、お母さんと一緒だっけこれ、懐かしいね。お母さんと一緒めっちゃ見てたからな。転がる石になれ、自分のマインドで動けよう、だっけ。前髪切った、お、気づいてくれた、前髪切ったよ。直近直近直近、昨日切りました、まだ切り立てほやほやです。ちょっと短いかな、いや、切りました、はい。一人釣っちゃった。メールのお題は配信でやってほしいこと、お題以外のメールもお待ちしてます。ありがとう、宣伝。山梨のぶどう、あ、ぶどう美味しそう。あ、柿の種チョコレート、そう、不思議って思った、なんで柿の種チョコレートなんでやっちゃろう。
なんでだろう。私どこのだったかな、なんかめっちゃチョコレートのね、なんかめっちゃ美味しそうなフラペチーノあったんだよね。あ、422日、ありがとうございます。えくぼくん、私を宣伝して、もっともっと。なんでだろうね、柿の、あ、へえ、亀田製菓だっけ、あの柿の種の会社ね。新潟だっちゃう。へえ、すごい。柿の種を製造する亀田製菓、亀田製菓だってるよね。よく見るその文字、あの柿の種に書いてある。あのね、いとこがね、柿の種めっちゃ好きなの。めっちゃ好きで、そうで、なんかもうめっちゃちっこい時から食べよって、そうよくおじいちゃんが買ってきてたから、そうよく見てたその文字。近くにイオンある。そうやっちゃう、すごい。柿の種さっき食べた、ほんと奇遇だね。いや、そう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 、そういとこもそれ、あのピーナッツを食べずに柿の種、あのちっこいのに、あのちっこいのに、年齢ちっこいのに、そうピーナッツ食べずに辛いやつだっけ、もうめっちゃちっちゃい頃から食べよった。そうなの。なんかピーナッツ嫌いよねみんな。たくさん宣伝したじゃん。もっと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 。ズコさんこんばんは。こんばんはみんな。おじいちゃん93歳元気、元気だね。いいね、健康、健康第一よ。皆さん明日は下北 FM さん絶対に絶対に聞いてください。7時から予定開けといてくださいね皆さん。皆さんぜひたくさん拡散してください。生電話とメールの方たくさん待ってます。みんなメール書いてね、下北 FM さんの公式ツイッターと私のツイッターを見てくださったら、そう私もリツイートしてあるので、引用リツイートとリツイートしてるので、そこからジャンプしていただければ、そうメール書けるので、皆さんメール書いてください。今日1時間経ったら、まず教えてください。でも今日ゆっくり配信できるから、今日ね何時まで配信しようかな。11時過ぎたら教えて。皆さん絶対に見てください、絶対に聞いてください。待ってます。どんなメールでもお待ちしておりますから、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ですね、メールは、はい、私のショールーム配信でやってほしいことです。はい、そうですね、サーノンはショールーム配信毎日アイドル、ショールームの毎日配信400日を突破しました。そこで今後ショールーム配信でやってほしいことをリクエストしてください。レイは48グループの夏うたしバレでカラオケなどなどです。送り先は、あ、書いてくださってますね、ありがとう。エクボくん、
DJ ん違うな DJ トモアットマーク下北 FM.com まで、はい、お願いします。お願いしますね。なんて送ろうかな。よし、皆さんツイートしたので見てください。はい、ぜひぜひぜひ。おし、みんなぜひ書いてね。なんか来たって何？なんか来たって何？なんか来たってどういうこと？はい、待っててください皆さん。皆さん絶対書いてくださいね、コメント。なんか来たって何？メールかな。え、なんか来た？どういうこと？なんか来たって、なんか来たって何？配信でしてほしい。え、ねえ、なんか来たが気になる。めっちゃなんか来たって何？7時からいつも夕飯食べてるから見れないから。嘘でしょ、えくぼくん。えくぼくん、明日7時から約束したでしょ。スマホがピロンってなったってこと？あ、そういうこと？なんでピロンってなったと？ん？なんでだ？あ、ツイッターの通知とか？そういうこと？かな？リアルガチで7時から毎日夕飯の時間。それはもう6時55分に済ませましょう。ご飯食べながらでいいよ、もちろん。うん、かわいい。7時から委員会の仕事があるって見てね、うん、いや、投稿したよね。投稿したよね。投稿したよねってどういうこと？あ、そういうこと。ツイッター？うん、投稿した。あ、だからみんな通知来たの？そういうこと？そういうなんか来た？そういうこと？たくさん送ってね、待ってますのやつ？それかな？それだったらいいけど。皆さん、こちら絶対に送ってください。たくさん送ってください。一人何件でも送ってください。待ってます。そらのんってお笑いのセンスめっちゃ高いの。嘘でしょ、初めて言われた。そんなこと、そんなこと言ってくれる人はサッピさんくらいしかいないよ。うん、初めて言われた。どう、なんでみんなピロンってなったと？お友達から連絡来たの？それともどういう？はい、コメントたくさん送ってくださーい。送り先は DJ とも、なんだったっけ下北 FM.com までだったかな。はい、なぜ、そう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 、あの、なんだっけ、
私は何を準備すればいいんですか。私は何を準備すればいいんですか。ねえねえ、私が明日準備することって何。あ、ありがとう。 DJ とも@下北 FM.com さんまで、はい、たくさん送ってください。待ってます。心の準備、心の準備か。頑張るんだぞ。よしよし。何を準備すればいいんですか。みんな教えて。みんな よく下北 FM さん見てるよって方教えてください。私は明日何を準備すればいいんですか。すっごい楽しみだけど、私何を準備すればいいんだろうって考えると分かんなくすぎて。何準備すればいいんですか。私、面白いこと、面白いことって何、面白いことって何ですか。端末を準備しておいて。なんで端末、待って、なんでコスプレ持っちょらんよ。見たことあるんですけど、あのそんなめちゃめちゃ見たことあるってわけでもなくて、そうね、でもランディさんのやつとか見たかな。あとのんのんさんの時とか見たかな。モイゼルス、もう無理です。大倉さんが暴走してもスルーする、スルーする、スルースルースキルを持っておいてください。あ、スルーしていいんですか。はい、わかりました。充電はフルにしといて。充電はフル、オッケー。充電満タンにしとく。でも充電満タンにしといてさ、持つかな、持つかな。1時間半でしょ。メールで萌え台詞って書いたら、おっくらさんめっちゃぶりそうだね。萌え台詞みんなやめてね。ダメだよ、ダメだよ、そこのあなた。そうそう、 NG。 はい、ぜひぜひ皆さん送ってください。ちょっと待って、ね、待って、やめて、本当に本当に。ねえ、ダメダメ、本気で本気でダメだよ。シュンってなっちゃうじゃん。はに好きだね、みんな。みんなたくさん、メールと生電話待ってるので送ってくださいね。はい、何度でも言いますよ。
メールのタイトル書いておくと仕分けしやすいと思いますって。は、皆さんご参考にされてください。ぜひ。ご参考にされてくださいね。待って、私大喜利本当に得意じゃないからね。大喜利って何って感じだから本当に、うん、私何本当に準備すればいいんですか皆さん。ちょっと知ってる人教えてよ。みんな何に準備すればいいの。準備するものを教えてください。私は何をすればいいんですか。うん、何準備すればいいの。舌だよ。ノリとツッコミ、ノリとツッコミ、ノリとノリ、ノリでいきますね。はい。打ち合わせあるかな。どうだろう。まだ何もないよ。心の準備だけでいい。本当に？本当に？こんばんは、宮崎県代表のおゆみそらのです。ぜひぜひ Twitter もショールームもフォローしてください。皆さん Twitter フォローしてください。待ってます。うん、すごい細かいね。明日の時間まで滑らないトーク、エピソードトーク。待って、滑らないエピソードって何。滑らないエピソード、滑らないエピソード、なんですかね。面白いエピソードってこと。10個もある。なんだろうね、なんだろうね。今日ね、頭の中からね、音楽が止まんない。本当にずっとミュージック鳴ってます。うん、天然履歴って何。滑らないエピソードって面白い話ってこと。面白い話？何の音楽？ダイスさんのシトラス、極主不動の、極主不動わかりますか？玉木宏さんと、そう、のやつ。玉木宏さんと川口春奈さんが出られてたやつの主題歌。そう、シトラス、シトラスの香水、違う、シトラスです。そうかね、今日頭からずっと離れなくて、今日朝聞いてから、そう、ずっと離れなくて、そうそう、今日ね番組で流れてて、そう、それがもうずっと流れてる。うん、すっきりすっきり、それです。離さないで。
みんな面白みね。みんないっぱいメール送ってくださいね。待ってますよ。あ、皆さんダイスさんのシトラスすごくおすすめなので聞いてください。メールのネタ10個ぐらいある。そんなこれにやけちゃうね。嬉しいね。なんで「はい」って言ってんの。みんな何が起こってんの。マルーンファイブ、マルーンファイブって何、曲、曲名、それ調べよう。マルーンファイブ、マルーンファイブ、マルーン、お、出てきた。あ、これシュガーの方、シュガーの方、ちょっと聞いてみるね。聞いたことあるかもな。ちょっと待ってね。シュガーの方じゃない？じゃない？それでしょ。多分それだよね。それじゃない？なんかこれコメント止まってない？コメント止まってるかも。コメント止まってる？すごいたくさん、かさん、ありがとう。コメント止まってるよ。これ動いてる？ショールーム。ショールーム動いてるかな、これ。ショールーム動いてないかも。動いてる？本当？動いてる？本当に？シュガーの方でしょ？メモリーズも？マルーンファイブさん？マルーンだったっけ？マルーン、マルーン、マルーンファイブさんって言うんだ。シノさんのコメント読んでみて。なになに、ハーモニー燃えずにしてほしい人手挙げててこめた。なるほど、そういうことか。そこそこご飯借りてきたね。そう、ヒデトさんね、そう言ってたよね、書いてたよね、コメント見た。嬉しい、やっと返してくれたんやね、前の日とか。じゃあこれでしょ。そこそこか。そう、めっちゃ乗ってるよね、本当に。そう、前にいい曲言うってメール書いて、うーん、書いた書いた書いた。あ、メモリーズもさ、じゃあマルーンファイブさんなの。え、そうだよ、思ったよりね、サイズちっちゃいよね、こんなサイズ。うん、明日からもお仕事なので、この辺でどうしました。あ、ドマさんありがとう、おやすみ、おやすみ、ありがとう。そう、
そうなの、あの、何話してたか忘れちゃったけど、何話してたっけ、あ、そう、今日はそう、あの、シトラスが頭から離れませんね。最近ご飯作りにハマってるらしいってメールしとこしたら本紹介できない、あ、高見田さんの本ですけど大丈夫かな。おやすみで、おやすみ、うん、そう、シトラスめっちゃいい曲じゃない、あのファーストテイクとかも最高。あの、なんか私ね、高音出せる方がすごい好きで、そう、憧れますね。高音が綺麗に出せる方が本当に好き、うん、明日は宮崎辛麺にもやし乗せて作るって決めてる、はあ、嬉しい嬉しいな、なんか宮崎の食べ物愛してくれてるの嬉しいよ、すごく。昨日チキン生食べた、もうみんな宮崎愛してくれてる、ラブだな、うん。実は高音出せます、そう、エコーくん、じゃあちょっと今度聞かせてよ、二人きりの時にオンラインでも何でも握手会でも何でも聞かせて、うん、うん、昨日餃子食べた、おー、いいじゃん。餃子は一昨日の前くらいに食べたかな、うん、宮崎からめ、いやね、美味しいよね、うん、本当嬉しい、なんかさ、サロンと出会えてよかったとか、なんか宮崎のご飯美味しいからサロンと出会えてよかったとか言ってくれると本当に嬉しいんだよね。さあちゃん押してから宮崎県というだけ反応し、あ、嬉しい、文字にね、あるよね、うん。バシコさん、ウレビーマンっててくれてるピーマン、宮崎県代表のエミサルノです。ぜひぜひツイッターもショールームもフォローしてください。明日は7時から下北 FM さんに出演させていただきますので、そちらも絶対に見てください。うん。え、そうなの、私ね、宮崎と宮城似てるからね、めっちゃ宮城ですかって間違われるよ。宮崎です、覚えてください。サラノンきっかけで食べた食べ物嬉しいな、みんな宮崎の食べ物愛してください。あの地鶏とか、あの餃子も餃子の消費量もこうナンバーワンだったりナンバーツーだったりナンバースリーだったり、お、スリー以内に入ってたりするので、はい、皆さん、そう、あの2021年だったかな、上半期1位だったので、はい、餃子も有名なのでぜひ。でも私は餃子はあのお家で食べますね、お家で作って食べますね、昔から。そう、家族みんなで包んだりして食べるんやけど、そうだね、売ってある餃子だと、宮崎ね、餃子に本当にいっぱいあって、でもね、こう何、買える感じ、買えるっていうか、こう売っててこう買って食べるのだと、なんかよくテレビでも紹介されてるんやけど、あの、そう、この間ね、なんか何かの番組で餃子大好きな方が、あの餃子マニアの方が、なんか冷凍、家の冷凍庫に餃子、いろんな都道府県の餃子が入ってるみたいな、それでも紹介された餃子やっちけど、あの私はですね、あの餃子の真渡さんの餃子、あの
て食べたことあるんですけど、それが大好きです。うん、美味しい。そう、冷凍餃子で売られたりするんだけど、その冷凍餃子、そう、なんだっけ、そう、餃子マニアの方ものお家の冷凍庫にもあって、そう、宮崎県は餃子も有名なんですみたいな、そう、すごい押してくださってて、めっちゃにやけちゃったよね。うーん、そう、上半期だったよね確か。うん、最近無人販売の餃子、そうやっちゃう、すごい、それは知らんやったな。でもありそうだよね。うんうんうん、餃子もめっちゃ美味しいから、この間も餃子作って、父の日に餃子作って、マミと包んで、そう、パパが餃子一番って言っていいほど、そう、いや、そうだね、一番かな、どっちが一番なの、ラーメンと。そう、一番、パパ餃子大好きなので、そう、餃子を作って家族みんなで食べました。22時のお知らせありがとう。じゃあ次11時になったら教えて。俺も家で餃子作るけど、皮が大判より大きいのが、あー、大判小判あるもんね、確かに。でもさ、大判以外のサイズってさ、大判で合ってるっけね、読み方。大判以外のサイズだと春巻きになっちゃうんじゃない。うん、春巻きとかは、ね、特大とかありそうじゃない。うん、お店によっては。うん、すごい、ネタ2個増えたって。もう全部書いといて。うん、全部送って。そう、なんか春巻きとかしか売っちらんくない。特大あるかな、あるっけ特大とか。餃子ってみんな、ちなみにさ、ラーメン屋さんとかそういう外食した時に食べますか。餃子の王将さんだったり有名だとどこがあるかな。あと、まあ、餃子屋さんってあるのかな、どうなんだろう。とかラーメン屋さんで食べるタイプですか、それともお家で作って食べるタイプですか。私ね、ラーメン屋さんとか行って餃子食べたりするけど、全然、でもやっぱりお家で食べる餃子が一番美味しいから、そう、お家の餃子より美味しい餃子に出会ったことないから、うん、お家のが一番好きかな。春巻きの皮好きです。あー、春巻きの美味しいよね。大判よりも大きいの見たことがない。確かに見たことないね。特大とかないのかな。もう一回り二回りぐらい大きくていいよね。確かに。でも大判大きくない、結構。この間はね、この間は普通のサイズだったと思う。餃子めったに食べない。家でも焼いて食べる。おー、えらいえらい。だいたい冷凍餃子、あ、最近の冷凍餃子優秀よね。あれ美味しいよ。なんだったっけ、有名な冷凍餃子、有名な冷凍餃子、あのフライパンで羽なし、あ、羽あり餃子、羽付き餃子が簡単にできちゃうってやつ、なんだっけね、よく CM であるやつ、パリッパリにできるやつ。あれのね、チーズ味が美味しいんやけど、あれね、チーズ本当にね、あの夜ご飯で食べたりすると、よ、なんかもうおやつ気分になっちゃって、もうなんか夜ご飯になんないよ。美味しすぎてっていう意味ね。うん、美味しすぎて逆に、そう、なんか、うん、いくらでもいけちゃう、パクパクいける。そう、味の素か、味の素さんのあの餃子のチーズ味は本当におやつ感覚でパクパクいけちゃうから、夜ご飯だとね本当に足りないってなっちゃう。餃子って普通お腹いっぱいになるやんか。
あれはパクパクいけちゃう。あの普通の味は普通にお腹いっぱいになると思うけど、チーズ味、うん、美味しかったね。うん、そう。お店ではラーメン、チャーハン、餃子、おーフルコース、いいね、幸せ。うん、サーロンの餃子食べた、うわ嬉しい。でもね、私餃子の種は作ったことないです。そう、なんかひいおばあちゃんから代々受け継がれてきた餃子の味だから、そうマミとパパしか分かんない、うん、からとかおばあちゃんとかしか分かんないから、うん、私はまだ習ってないです。私はまだ包むだけって感じだけど、そう最高に美味しい、もう世界一美味しいので、私のあの上見家の餃子が世界一美味しいと私は思っているので、うん。冷凍じゃん、あー美味しいね、うん。動画見さん元気だよ、元気ですか。日水の冷凍チャーハン美味しい。日水さん、どれだろう、どれだろう。カモンスキーさん、そらのーんって、こんばんは、こんばんは。ね、最近のあの冷凍食品とかもさ、すっごい優秀じゃないですか。ね、あ、ねえ、そういえばね、セブンイレブンに売ってるさ、銀だこのなんだっけ、あ、クロワッサンたい焼き、そうみんなが美味しいよって言ってたやつ、あれ見つけて買っちゃいましたけど、まだ冷蔵庫に何日間かの、結構眠ってると思う、うん。餃子包むの大変、そうね。私ね、逆にシュウマイは作ったことない、うん、シュウマイ作ったことない。シュウマイってどうやって作ると一緒、シュウマイはでも蒸す方だよね。メール4個送った、お、4つ送った、ありがとう。メール皆さん50通ぐらい、あの1人50通ぐらい送ってくださいね。うん、いつも50っていう数字を言っちゃうよね。サナ呼んだだけって、何、そうですね。え、シューマイも作ってみたい。春巻きも作ったことないな。シューマイは餃子と似たようなもん。シューマイってさ、あれ中に何が入ってるっけ？肉？お肉？肉だよね。うん。シューマイはね、なんか買っちゃう。うん。普通になんか売ってるやつ買っちゃうな。餃子は作るんやけどね、お家で。餃子は逆に買うよりも作る、もう買って作るやつよりも作って食べる。そう、あー、餃子とシューマイは親戚、なるほど、そうね、確かに親戚だね。でもね、そう本当に餃子は、そう、もうそう、お家の餃子がもう世界一美味しいから作って食べます。なんか市販のやつ買って食べるのももちろん美味しいよ、美味しいけど、なんかやっぱりね、なんかお家のが食べたいってなっちゃうから、最初からお家の作るよね。まあ、大変だけどね、めちゃめちゃ作るの。そう、上見家餃子大好きなので、餃子はもうめちゃめちゃ焼くんですよ。餃子作るときに125個くらい作るから、うん、そう、めっちゃ 100個は絶対作る、うん、全然50個とかじゃない、100個は作ります、絶対に。だから100個ぐらい包むの。けどこの間久しぶりに、本当に久しぶりに私包んだから、でもね、おじいちゃん家に行ってて、おじいちゃん家から帰ってきたら、もうマミが結構一人で包んでて、そう、包んじゃって、だから私は本当何十個かしか
包んじょらんけど、そうね、そんな、そう125個ぐらい、そう100超えですね。この間は125個だったよ確か、家族みんなでね。うん、餃子作り配信みたい。あ、そう、餃子作り配信をしようと思ったんだけど、もうねほぼね包み終わってたからね、できなかったね。めっちゃ作るやんって、冷凍したやつ送って、いや、あの、もう冷凍するまでもないのでね、あのもう1日で終わっちゃうのでね。そう、そうです。ね、西川玲さんね、めっちゃ餃子作ってますよね配信。そう、私もああいう配信がしたいんですけどね。そうそう、明日から仕事なのでお休みって、あ、エクボくん50通ぐらいよろしくね、明日見てね、お休み、ありがとう。100個以上なんて、うちの兄弟学生以来作って、本当に。じゃ最近何個作んの、20個とか30個とかで終わり。うん、そうだから大変ですよ餃子作る日は。あの、そう、めっちゃ材料買わないといけない。50つアディオス、よろしくね、ヨロピーマンそう、そう、みんなのところ餃子いくつ作ります？もうね、海家の餃子は本当にね世界一美味しいので。2個、嘘でしょ、それは嘘だ、2個って2つで終わっちゃうじゃん。もう作るあれもないよね、種作る意味。うん、うんうん、高鍋餃子美味しい、あ、美味しいね、私も冷凍で買ったことあるな。うん、高鍋餃子美味しいですよ。まあたりさんがでも私は好きかな、有名な餃子だと。そうだね、通販とかもねいろいろあるので皆さん検索してください。我が家の餃子は水なの、どういうこと、お水どういうことだ、包むときに使うってことじゃなくて、60個って半分冷凍か、あ、60個作って半分冷凍、あ、30個、それさ一人で30個食べるってこと、それとも2人とか。でも30個だったら1人でいけるか、あ、水餃子ね、なるほどなるほど、ごめんね、50個かな、50個、50個何人で50個、2人ママとあやちゃんで50個。なん、うん、やっぱさ何十個って作るよねやっぱ餃子って。うん、100個以上絶対作るもんね。うん、メール送ったいつって、あと49通だね。うん、いや、そうだからね、めちゃめちゃ作るんですよ。両親と一人で30個無理、一人で30個無理なんだ。そっかそっか、待って、4人で50個4人で50個なのってこと、一人10個一人10ちょっとか。12個ぐらいかな。なるほどね。みんなさ、餃子の日ってさ、餃子と何を食べますか？みんなご飯とか食べるのかな？うん、4人で50個は適当な数字だと思うそうなのか。まあでも確かに餃子屋さんとか行ったらそうだよね。ご飯食べるのか、
餃子10個は食べれない。あ、ニンニク効いてたら別。あのね、私ね、小さい頃はニンニク入ってたけど、最近お家で作る餃子ニンニク入れてないです。うん、そう、ニンニク入れちゃうと次の日に支障出たりするからね。うん、でも餃子食べる日は絶対に土日のどっち、あ、土曜日ですね、だいたい土曜日。うん、そう、日曜日だと次の日パパ仕事じゃん。そう、ご飯食べるのか。あ、チャーハン、すごい中華だね。ちゃんとご飯食べるって、ご飯あとはサラダとか。なるほど、家なら餃子にご飯、外なら焼き飯。なるほど、ご飯食べるからか。みんなご飯とかサラダを食べるから、そう、あんま食べないんだね、みんなは。私ね、餃子の日は餃子だけなんですよ。うん、そう、あ、マミーとかは普通にご飯とか食べるけど、パパはもう餃子の日は餃子のみ。私まあまあ見える。見えてる？なんかさ、え、これやばいね。こんなに？すごいな。無限ループから脱出しました。よかった。よかったです。なんかね。ねえ、明日やばいかもしんない。私、あ、端末変えました端末変えた、うん、端末変えたよ、今端末変えた。うん、端末変えました。急にね、なんか緊急みたいな、画面が緊急みたいな、なんか高温注意報みたいな出てきた。初めて見た、高温注意報とか。いや、高温注意報とか出ます？普通びっくりだよ。高温注意報出てびっくりしてます。高温注意報は困ったな。本当に困った。なんかショールームの画面が見えなくなって、高温注意報。なんか高温注意報、冷めるまでお待ちくださいとか出ちゃった。あるんだ、初めて見た。友達はそれ出たら
保冷剤で冷やしてる。あ、保冷剤で冷やしていいのこれ。まあ、ついに外でスマホを触ってたらたまになる。待って、私初めて見た。てかこういう機能あんの、びっくりしたよ。天気予報みたいだね本当に。え、暑い。これさ、どの端末でもそういうことあんの？あまりおすすめできそっか。え、本当に今までで一番暑いくらいの暑いんだけど、これ燃えるかな。だから私今までずっと配信してた端末でやってます。だからちょっと電波悪いかもしんない。スマホで餃子焼けるぐらいに本当に暑いよ。本当に夏に車に置きっぱなしだと出るときある。いや私初めて見た、こんな機能あるの。緊急ボタン押すところだって、なんか下に緊急ボタンあって押すところだった、押さんやったけど。緊急注意報とかあるの携帯に。びっくりだよこれ。私は知った、この端末で配信しない方がいいよね。配信っていうか下北さんこっちじゃない方がいいよね。こっち出たことないから。こっちの端末、今やってる端末ではこの注意報鳴ったことなくて、こっちの端末で鳴ったから。え、ダメですね、びっくりしちゃった、怖い。1時間以上の配信この端末でできないのかな。そうですよ、明日下北です。この注意だね本当に。え、高温注意にならないためになんかないんですか。携帯どっか持っていったら直してくれるかな。そういう問題じゃない。絶対これ熱くなるでしょ、配信しただけで熱いんだもん。携帯がもう寿命。え、待って待って待って、これ全然寿命じゃないから。うん、うん、 iPhone。 うん、使う前に冷蔵庫で冷やす。あー、それいいの、あり、壊れそう。うん、壊れそうじゃん。あ、スマホケースを外す。これスマホケースつけてたからダメってこと？あ、それだったら本当にごめん。スマホケースが溶けたらどうしよう。買ったばっかりなのに。あ、スマホケースついてるとダメなんですね。うん、なるほど。なるほど、学びました。うん、なるほどね。充電しながら配信してる。今日は充電しながら配信してない。いつもは充電しながら配信してるけど、ね、この端末も熱くなっちゃった。どうしよう、どうしよう。え、どうしよう。あの端末がねめちゃめちゃね熱いんですけど、これカバーしながらやったからダメってこと？あ、すごい、下北 FM 大倉ですって。皆さん明日よろしくお願いします。あ、大倉さん嬉しい、今日も来てくださった下北 FM の方ありがとうございます。宮崎県代表のえみさらのです。うん、あ、撮った方がいいのかな。なるほど、なるほど、マジの大倉さんかな。本当に私も思った。うん、生電話コーナーに参加される方まだまだ大募集。お、まだまだ大募集、皆さん待ってますね。私初生電話なので誰が一番かな、待ってます。
ぜひどしどしこちらまで、こちら何もないですけど待ってます。冷蔵庫の中で、冷蔵庫の中で配信どういうことやねん。明日はねえねえ、何それ、どうやって生電話にエントリーできる。あ、生電話はですね、私のツイッターを見ていただければ、私がリツイートしてるので皆さんそちらからジャンプしてみてください。下北 FM さんの、ツイートをリツイートしてますので、はい。サーノン、そうですよ、ソモラン、ソモランじゃないです、サラノンです。サラノンです、はい。サラノンの立ち生では待ってますね皆さん。はい、皆さん絶対待ってます。皆さん7時から私出演させていただくので、7時から皆さん予定絶対に入れないように予定空けといてください。約束です。ソモランさんは本当に笑っちゃった。初めて言われたねみんな。待って、また書いてるじゃん。ソモランじゃないです、サラノです。待って、萌え台詞本当に嫌なので、私萌え台詞キャラじゃないので萌え台詞 NG です。ソモラン新しくていいかもね。面白いね大倉さんって。わさっぴさん、ノリいいな。ソモランだったの、ずっと間違ってたね。本当だね、もうどんだけみんな私の名前間違えてきたの。みんなめっちゃ言うやん、みんなめっちゃ言うやん。ソモランです、ソラノンです。面白い、はい、ソラノンです。皆さんぜひ生電話待ってますね。面白い。皆さん明日絶対に7時から入れないでくださいね。7時からは皆さん下北 FM さんは、はい、絶対に聞いてください。待ってます。メール1人50通送ってください。待ってますね。そうだから、さっきシノ1通送ったって言ってたから、あと49通よろしくね。生電話当選したら宮崎弁で、もうゼリフお願いします。宮崎弁でですか？名前教えてくれますか？年齢じゃないって。はい、フォローしてください皆さん、ぜひ。はい、私がめちゃめちゃ引用リツイートとかリツイートとかいいねとか押してるので、下北 FM さんをそちらの方をチェックしていただけたら、はい、いろいろと明日の情報がわかるので、皆さんぜひ。いや、しのあと49つ待ってるね。宮崎弁で本当にやってくれますか？宮崎弁でじゃあお願いしますね。あ、そうです、メールの送り方もそうです、ツイッターにリツイートしてあるので、皆さんぜひ送ってください。なんだっけ、 DJ ともアットマーク下北沢 .com だったかな、間違ってたらごめんなさい。私のツイッター見ていただければ確実です。
と思ったら大倉さん繋いでってください。確かに、あ、そうですね、今日ショールームあったら皆さん私のツイッターチェックしてください。うん、それが早いかも。メール送ってね、みんな待ってます。そう、あのラジオ自体ね、私まだ出演3回目、明日で3回目だから、はい、楽しみです、すごく。うん、どんな感じになるんだろうな。みんな明日やってあげてくれてますか。本当に明日どんな感じになるんだろう。ドキドキワクワクね、観覧できたらよかったのにね。みんな待ってるよ。超面白い。うん、明日リモート出演です。そうです、そうです、リモートです。みんなはあの見たことありますか。なわけないじゃん、ひろわさん。あのからは、何、下北 FM さんのとこで可能してほしかったんですけど、今回はね、いろんな状況もあって、こういう状況もあってできないからね、皆さんお家にまっすぐに帰っていただいて、もう仕事が終わったらね、スーパーにも寄らず、コンビニにも寄らず、まっすぐお家に帰ってください。はい、うん、大倉さんありがとうございます、嬉しい。そう、そう、昨日もね、そうスタッフさんかな、来ていただいてたので、そう、今日分かりました、ちゃんと見つけられましたね。下北 FM のスタジオは結構行きました。おお、行ったことない、行ってみたいな。下北沢にあるのかな、本当に。下北沢ってどこですか。うん、行ったことないな。ね、どんな感じになるんだろう。小田急線の駅、小田急線もわかんない。小田急線聞いたことあるけど、わかんない。乗ったことあるのかな、私。ねえ、もうエゼリも本当に嫌だからやめて。世田谷区。ぐる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 コサミン。世田谷育ちのぐるコサミンか。そこか。おしゃれな街。あー、でもね、私もね、そういうイメージあるよ。うん。おしゃれなイメージある。うん、なんか、え、なんだ、サングラスとか売ってるイメージあるな。なんだろうね。どういうイメージって感じだよね。なんかそういうイメージ、うん、いろんなイメージあるけど、そうだね、なんかおしゃれなイメージあるね。どんな感じになるか俺もめっちゃ楽しい。おー、嬉しい、楽しみにしちゃって。井の頭線、あ、なんか乗ったことあるかも。下北カレーの町、へー、すごい、全然わかんない。なんかさ、東京ってさ、カレーが有名な町多くない？めっちゃ多いよね。なんかスープカレーが有名だったりさ、なんかカレー有名なのかな、東京って。うん、でもスタバのフラペチーノさ、なんかさ、何味だったっけ、東京。チョコレート系じゃなかった？カレー味じゃないんだね、さすがに。ないか、カレー味のスタバとか、うん、ご飯になっちゃうね。すごい、みんな詳しいね。あ、いた、骨なった。東京はいろいろ詰まってたはずって。ああ、
確かに。なんか、何かが、うん、なんかがね、あだったよね、入ってたよね。東京って何でも有名じゃない。あ、東京何でも有名、本当に。まあ、東京の有名な食材とかわかんない。逆に下北は芸能人をよく見かけ、すごい、芸能人の街なのかな。沖縄がカリカリ、あ、沖縄ね、何味だったっけ。あ、沖縄ね、チンスコ黒蜜違うな、チンスコが入ってたと思う、あの地元フラペチーノ、うん、だった気がする。私さ、沖縄はねシークワーサーだと思ってたの。それかパイナップルとか、そういうなんか南国フルーツって感じのやつかなって思ったけど、違ったね。今メール1つ送って、あ、嬉しい。あと49通待ってるね。回転寿司の発祥は大阪らしい。すごい、大阪天才やん。天才じゃん。大阪ありがとう。回転寿司大好き。うん、ね、回転寿司さ、そういえばね、この間ね、なんかテレビでやってたよ、ね、なんかどこだったっけな、どっかのね回転寿司がなんか練習するのに回転寿司のなんか練習場みたいなのがあるみたいな、うん、なんか一回こう回してみるんだって、お皿を。でこう実際にそうシャリとか乗ったやつを回してみるみたいな。サーターアンダギーね、いいね、サーターアンダギー味いいかも。40、そう49つや、あの1人50つなので。小松菜は東京が発祥です。小松菜え、じゃあ小松菜って東京で生産されてんの。へえ、すごい、小松菜か、意外だね。なんか東京野菜あんまり、なんか千葉とかは有名そう。いや、なんか東京の有名なものってさ、食べ物なんなんだろうね。何してるのって、インドネシアの方かな、日本の方かな。こんにちは、こんばんは、宮崎県代表のエビサロノです。ぜひぜひ Twitter もショールームもフォローしてください。そう、49通頑張って送って、もう何でも送ってください。49通みんな待ってるよ、みんな待ってるよ。東京バナナ、あー、でも東京バナナね、うん、お土産でしょ。でもさ、え、なんか野菜とか有名なのある？東京は野菜美味しい。そうやっちゃう、自然が多い。自然逆じゃない、それ。自然少なくない？うん、少ないじゃん。佃煮、佃煮、何の佃煮、なんだろう。すごい、ハートがいっぱい、ありがとう。ハート、ハート投げてくれた方ありがとう。神奈川は生チョコ、待って、神奈川ありがとう。生チョコとかもうめっちゃ好きよ。いいね、神奈川。神奈川、じゃあチョコレートたくさん産んで、もっと美味しいチョコレート産んでください。多摩地区、多摩地区、多摩ってどこ、多摩は聞いたこと、多摩川あるとこだよね。多摩地区は自然を、東京にも自然ちゃんとあるんですね。なんかさ、なんだっけね、あ、ボンビーガールさんとか見てたら意外に自然あるんだって思うけど、でも実際見たことないよね、東京で自然。そう、私生チョコ大好きだから神奈川に住みたいな。それだけで
って思うかもしれないけど、生チョコめっちゃ美味しいからみんな食べて。そうだよね、宮崎に比べたら、そう、宮崎自然たくさんだから、自然いっぱいだから、みんな自然いっぱいだから宮崎に来て住んでください。すごい、みんなさ詳しいね、いろんなこと。23区の西側一帯です。わかんないなぁ。わかんない、わからん。とりあえず西側、西東の東京は自然、東東京と西東京あるよね。すごい。あ、神奈川おいでよって行く。横浜市は住みたいランキング上、横浜に住もう。私ね、みなとみらいに住んでみたい。住むとこじゃないかな。みなとみらいって人住んでるのかな。なんかさ、みなとみらい、あ、待って、江ノ島にも住みたい。ちょっと待って、江ノ島行ったことないっちゃけど、なんか江ノ島どこに住んでんの、江ノ島とかさ、どこに住んでんの、みなとみらいとか言ってかっこよくない、それだけ。みなとみらいの家賃とか、あ、高そう、それは高そう。江ノ島は、江ノ島どう、生チョコ発祥のお店って書いてるところから生チョコの詰め合わせを取り寄せするか、あ、もうそれはしよう。感想聞かせて。宮崎に捨てられてかわいそう。いや待って、私宮崎に住んでます、ずっと住みます、宮崎愛してます、みんな宮崎住んで。みなとみらい高層マンションが多い。そうだっけ。一回しか行ったことないもんな。湯の島は坂階段きつ、あー、でもさ海あるじゃん、海好きだからいいね。言葉のいびき、あー、でしょでしょ、みなとみらいに住んでるとか湯の島とかね。はい、I'm from Indonesia。 カナルカのムセサラの口チョコラミサロン、 Twitter のショールームフォローミー、下北 FM 来てください。江ノ島も高いのか、やっぱり調べたことないけど、潮風で洗濯物は外に面白いそれ、潮風で洗濯物は外に干せないよっていうアドバイス、いいねいいねそれ、あやちゃんコメントセンスあるわ。そっか、じゃあ海側に干さんければいくない、別にダメ、回ってくるかな。でも江ノ島とかいいよね、毎日綺麗な海が見れるんだよ、めっちゃ良くない、めっちゃいいじゃん。みんなさ好きこと見てました、好きな人がいること。江ノ島あったよね、あのレストラン江ノ島にあったよね、そう、ああいうとこに住みたい。老後は宮崎に住みたい。おー嬉しい。いやでも老後じゃなくて今から住もう。江ノ島は基本そうだよね、でも海のイメージしかないもん。コインランドリーか、いやコインランドリーいいけどさ、やっぱ自分で干したいじゃん。コインランドリー江ノ島にあるイメージないよ、あるのかな。頑張って宮崎に別荘持てるように頑張る。お、別荘作ってよ、別荘作ったらたくさんあれだね来てくれるね。
コインランドリーある？本当にある？本当に言ってる？ちょっと江ノ島にコインランドリーあるイメージはないな。なんかおしゃれ、おしゃれなコインランドリーなんじゃない？それは、うん、コインランドリーにもカフェがあるぐらいのさ感じ。確かにコインランドリーね、乾燥機するとねふわふわするよね。わかる。それは江ノ島人多いと。でも海広いから散らばってそう、いろんなとこに。いやなんかね、もう本当に江ノ島とかもう夢の国って感じ。私からすると行ったことないから本当に全部想像の世界で話してる。うん、コインランドリー使ったことあるよ。普通のコインランドリーカフェついてない？江ノ島は猫が多くいる。猫いっぱいいんの？なんかさ、私さ猫ね、前はねめっちゃ好きだったのけど、なんか野良猫がすごい最近苦手になってきて、なんかね野良猫歩いてるじゃん。なんか野良猫ってね、本当にちょっと思うことがあるの。聞いて。あれ、野良猫ってこう目を合わすとこう自分に構ってくれると思ってついてきちゃうの。にゃーって言って、そうついてきちゃうから、怖くなっちゃうの逆に。私はなんか可愛いって思うけど、なんかずっとついてくるから本当にね、いやもうついてこないでってなる。追いかけられちゃうんだよね。江ノ島エスカレーター使って展望台行ってほしい。え、行きたい。どこにあんの？一回行ったら宮崎の海がいいってきっとなる。あ、え、それは綺麗じゃないってこと？私綺麗なイメージなんだけど。江ノ島いつも混んでって入れないパンケーキ屋が。おお、いいね。猫より犬派。おお、なるほど。猫ちゃんね、そうなんだよね。あのね、一回あったのが自転車でお店に行ったの。せいだしたら猫ちゃんおって、でね、帰りにね自転車のところにね猫ちゃんペダ、自転車のペダルにね猫ちゃんがいたの。猫ちゃんがおって、私怖くてさ帰れんくて、本当に電話したマミに今ここにいるんだけど、今ここにおるっちゃけど、猫ちゃんペダルに乗って本当に自転車乗れんからもう一回来てほしいって。はい、迎え呼びました。ちゃんと来てくれました。うん、それがあってから私怖くなっちゃって、それまで猫全然大丈夫だったけど、それから、あ、でも全然あの親戚のおばちゃんとかが飼ってる猫とか全然触れるよ。けど野良猫ちゃんがね、うん、そうなの。そう、人懐っこいんですよ猫苦手。まあ人によるよね。うん、うん、マミ呼んだよね。うん、あ、野良猫ちゃんも近寄ったらね逃げるけど、大体逃げるけどね。でもな、人のすっごい野良猫ちゃんは本当についてきちゃうから目は合わせない方がいいと思う。うん、ついてきてほしくなかったら目は合わせた方がいい。宮崎には赤猫っていう怖い話、怖い話、怖い話、何それ。にゃー、そうなの。だからといって私犬が触れるってわけじゃない、うん、あのね、犬ね、犬はね、私犬、おばあちゃんちが犬飼ってんの。
でもなんか犬は、でも犬って触れんくて、正直飼い主さんがこう首輪とか持ってないって触れんレベルで、もうね、ペットショップとか行くとめっちゃ可愛いと思うの。そう、トイプードル可愛い。山田京香ちゃんが宮崎行きたいって今初めて言ってた、嬉しい。一緒に観光したいです、伝えてください。観光したい、観光したい。私ね、大分のね、湯布院に行きたい。湯布院とか、私ね、地獄巡りね、大分めっちゃ行ったことあるんやけど、大分めっちゃ行くけどね、地獄巡りしたことなくて行きたい。あとサファリ行きたいな、動物園。あとは、めっちゃ行きたいとこあるんだよね。そう、いろんなとこに行きたい。大分唐揚げめっちゃ美味しいよ。 江ノ島展望台行く途中に2匹寄り添って寝るとハート型になるんだよ。2匹寄り添ってると誰が？それを見るということは見たい。そう、温泉行きたい。そうそう、地獄巡り行った？本当？私ね、地獄巡り行ったことないよね。そう、大分で温泉とかめっちゃ入ったことあるけど、そう、大分で温泉はめっちゃ入ったことあるっちゃけどね、地獄巡りはしたことないですね。地獄巡りしたい。したいな。湯布院で温泉入った、いいね。いいよね、温泉行きたいな。そう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 、地獄巡り。あとはね、でもめっちゃいろいろある。ハーモニーランドもあるもんね。待って待って待って、どうだっけ、遊園地木島、木島温泉、お湯が熱いかに、ああ、のぼせるってことね。のぼせるよね。でも、あのね、温泉ってね、大体ね、いっぱいあるじゃん。こう、電気風呂、水風呂、普通の温泉、運動浴、露天風呂とかあるじゃん。だから、お水、水風呂とか行けばいいんだよ。それから露天風呂行ったら涼しいじゃん、外だから。それかなんかね、氷なめったりできるから、氷で食べるとか。おすすめ。あ、2匹の猫ね。なるほどなるほど。すごい、見たいね。電気風呂苦手ですか皆さん？電気風呂好き。電気風呂ね、嫌いじゃないよ。運動浴楽しい。地獄巡り楽しかった。綺麗なんだ。いいな。行きたい。そう、温泉入りたいな。温泉。電気風呂無理？本当？あ、でも、めっちゃバチバチ強かったら苦手よ、そりゃ。けど、なんかね、楽しい。でも、電気風呂ってさ、あったかいとこにあるじゃんか。でも、私はちょっと、生ぬるーくしてほしいなって思う。入ったことない？入ってみて。あ、私はでも露天風呂が好きかな。なんかさ、やっぱ露天風呂の方がさ、景色楽しめるじゃん。
いいよね。なんかすごい高いところ、高いところって高さがね、高いところの温泉とか入ってみたい、露天風呂。うん、ホテル内で充実できた、すごい。ボーリング場すごいね。あ、シンガポール、シンガポールだっけ、あのビルのこうやってあるところ、船のやつ、シンガポールだっけあれ。いいね。うん、ああいうとこ入ってみたい。うん、あ、いいな、温泉入りたくなっちゃった。で、温泉さ、他に有名なとこある？なんかさ、各地にあるよね、温泉、有名な温泉。シンガポールか。あ、プールなんだよね、そうだよね、確か。うん、雪見風呂、雪見風呂、何雪見風呂って、雪見大福食べれんの？何？ペッポ温泉、あ、ペッポ温泉いいな。何これ、草津温泉、ゲロ温泉かな、聞いたことあるよ。どこだっけね、それも置いたかな。うん、京香さんに大分県案内してほしいわ。私大分大好きなんです。大分ね、美味しいものもいっぱいあるし、楽しい、温泉もいっぱいあるし、好き。うん、有馬温泉、あ、兵庫なんだ、すごい。冬に雪を見ながら露天風呂に入った。あ、雪見風呂ってそういう意味か。なるほど、あ、なるほど、雪を見ながらね。ちょっと寒くない？それさ、露天風呂雪落ちてくるでしょ、寒くない？箱根ね、いいね。何これ、箱根湯本、なんだろう、箱根温泉、いいね。箱根も行ったことないわ。鎌倉も行ったことない。うん、温泉ありそう。箱根湯本かな、正しい。よかったよかった。箱根にあるのかな。そうだよね、お風呂から出たらやっぱ寒いよね。温泉目的の旅行絶対楽しいよ。朝昼晩ってね、温泉に入るんだよね。いいね。うん、雪見風呂行ってみたい。寒そうやけど絶対綺麗じゃん。ゲロ温泉は群馬？いえ、でも関東だった気がする。うん、鎌倉楽しい、行きたい。鎌倉にチェロがある。チュロ、あ、チュロス、あ、ごめん、チェロ、チェ、楽器になっちゃった。チュロスがあるんだけど、めっちゃ美味しかった、できたて。すごい、チュロス、もうピンポイントやね。どこのチュロスかわからん。うん、ゲロ温泉、岐阜か、ごめん、岐阜でした。岐阜か、岐阜だったかもね。温泉なら新潟に来てほしい。新潟も温泉有名なの？なんか温泉有名なとこ多いよね。うん、待って、携帯めっちゃさっきの冷めてるじゃん。何これ、どうしちゃったの、どうしちゃったの。どうしちゃったんだろうね。
調べてくださいって。はい、調べました。チュロスね、鎌倉のチュロスって言ったっけ。携帯はすぐ冷めるって。そんなもん、携帯ってすぐ冷めるんだ。じゃあこの携帯も今めっちゃんこ熱いから冷めるかな。すぐ携帯の病院に連れて行くしかないね。ちょっと携帯の病院何時に開いてるか電話してみる今から。ピッポッピー23時ありがとう。2時間経ったらじゃあ教えて。もうすぐ2時間ぐらいじゃない。なんか今日は久しぶりにゆっくり配信してきてる気がする。もしかしてだけどタップをつけてもわさびさん大丈夫だよ、ついてないよ。うん、でもね、何もついてなくて暑い。でもうん、明日も早いのでそろそろ失礼します。あーちゃんありがとう、おやすみ。ありがとうね。チュロス食べたい。うん、おエクボちゃん、カナルカのマサヤサロノン、カナルカのマサヤサロノン、クチュコルミンサロノン、ツイッターのショールもフォローミン。フォミーです。明日の配信でソラノンの魅力、あ、間違えた間違えた間違えた、今日の配信でソラノンに魅力をして。本当にカモンスキーさんありがとう。もっと大好きになってください。うん、チュロス755に貼ってくる。もう本当に優しい。そうして見るね、それを。うん、扇風機かけてない、扇風機かけてないからめちゃんこ暑いのです。もうなんか汗かいてきた。暑いからお水を飲みます。うん、お水続いてるやん。もちろんエアコン入れてないよ。あ、エアコンね、ここは入れてない。入れてますよ。うん、冷房入れてるけど今いるところは つけてない。今いるところエアコンない。うん、そう、お水はねちゃんと続いてます、続いてます。どこのお水、待って、どこの水かわかんない。ラベルがついてないのでわかりません。どこの水だろうね、わかんない。何県の水だろう。みんなも眠い、寝ないでね、私の配信が終わるまで。霧島かな、どこだろう。12時まで大丈夫、嘘やろさすがに私お風呂入りたい。あ、すごい48だ。4080人も見てくれてんの、この時間に。ありがとう、みんなありがとう。眠いけどさ、あの見て可愛いな、嬉しい。お、ウォッターサーバーあるなら1日2リットル飲んで飲んで飲んで、2リットル。目がシャバシャバしてきた。そういう時間か、目がシャバシャバしてきたね。そうでもない、みんな。みんなさ、いつもさ、ショールームしよるときさ、何しながら見ちゃった。麦茶は飲む。麦茶好きだよ、麦茶好き。なんか小さい頃は麦茶、おうち麦茶でした。
最近緑茶だけど、うちはでも私は水飲んでます。うん、そうそうありますか。今何時間、多分もうすぐ2時間くらいだよね。でも切りよく2時間ぴったりで終わりますね。真剣に配信見てる、かわいい、嬉しい。正座してショールームしか見てません。最高。ゲームしながらショールーム見てる、いいと思う。あの趣味を楽しみながらね。今は仕事帰りながらの帰路。おお、帰り際に見てくれてるんだ、嬉しい。帰りながら歩いてんのかな、気をつけてね。夜暗いからね。ショールーム見ながらニュースしてます。おお、勉強中。お風呂入りながら、ちょっとお風呂入りながら、あの嬉しいね。お風呂にも連れて行ってくれてるのね。バス待ってる、遅くない？ちょっと待って、この時間にバスないでしょバスないやろ。バスある？バスあると、それ、うん、バスある？ドラマ見ながら、待って、ドラマ今何してる？ドラマ今日何曜日？水曜日は、水曜日って何の日やっけ？水曜日？水曜日って何の日？最終バスが来る、出る。あ、いえ。わかった。11時15分でしょ。わかんないけど。都会はあるのか。東京はあるのか。違うね。やっぱり違うね、東京は。東京はすごいね。すごい。こんな時間にバス走ってんの？すごいね。すごいね。こんな時間絶対バス走ってないと思ってた。宮崎は最終バスの行き先表示は赤くなる？何それ、わかんない。最終バスに乗ったことないよ。2分惜しかった。あ、17分。もうあれだね、細かいね。録画した完了ドラマ、なるほどなるほど。東京は深夜バスもあります。すごいね、深夜バスとか便利じゃん。便利って言っても使うことないね。名探偵コナンの映画を見てます。今やってんのそれ？何、今日金曜日じゃないよね。水曜日、ん？今日って水曜日なのか。そっか。水曜日なんで？普通に借りたやつかな。ね、今日ドラマ何？今日水曜日何？もうやってない？何も。何もやってらん？水曜日ってなんか恋はディープにだったっけ？違うっけ？誰かわかんない？今日のドラマ。いや、ディープ終わったよね、でも。ディープ終わったからディープの次かな。ねえ、みんな器用だね、本当に。ショールーム見ながら何かしてるんですね。すごい器用だ。あ、特捜ナイン。あ、今日特捜ナインの日？特捜ナインは見てないな。うん。他は？何もないのかな。なんか最近リアルタイムで見れてると見れてないやつの差がありすぎて、本当に何曜日に何かが分かんなくなってる。悲しい状態です。関東と関西、関西と関東に住んでると夜中でも移動できるから便利。あ、でもさ、夜中に移動することなくない？サーノンのショールーム見ながら録画したやつ見たら内容が入ってこなくて、いや、そうだよ、絶対2回見ることになるからね、本当にね。みんなやめた方がいいよ。
私だったら絶対何回も見直すね。うん。あと3分で2時間。ありがとう。じゃん。ランキング読んじゃおうかな。13位、よしおさん。ありがとう。12位、カラスのかーこさん。ありがとう。11位、いわっしょいさん。ありがとう。10位、ゆうてぃぜーたさん。ありがとう。9位、シナとマックサロン大好き。明日、下北見るね。嬉しい。聞いてね。ありがとう。8位、シロジーアットマーク、小田神雄さん。小田入さんのファンの方かな。ありがとうございます。7位、ヤス1983さん。ありがとう。6位、SVS さん。ありがとう。5位、ドマさん。あ、もう寝てるかな。おやすみ。4位、ブーちゃん。ありがとう。3位、カズニーさん。ありがとう。そして2位は、クロロルジフルさん。ありがとう。そして1位は、ワサピさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、明日は、7時から、夜7時から、下北 FM さんに出演させていただくので、皆さん、生電話と、コメント、あ、生電話とメールたくさん待ってるので、皆さんどし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 ご応募ください。詳細の方は私のツイッターからそう、私がリツイートしてるので、はい、下北 FM さんの方リツイートしてるので、そちらからジャンプしていただいて、ぜひぜひ送ってください。どしどし送ってください。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんほい、パーでーす。パーです。どうですか、皆さん勝ちました？パーだよー。はい、それでは皆さん今日も見てくれてありがとうございました。2時間経ちましたかね。経ったかな。ぜひ皆さん明日は見に来てください。聞いてください。下北 FM さん待ってますね。待ってますね。絶対聞いてね、みんな。1人50通待ってますので、1人50通書いてね。下北 FM さん、はい、楽しみに待っててください。それでは皆さん、おやすみなさーい。ありがとう。ありがとう。2時間経ったかな。どうだろう、大丈夫そうかな。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。ありがとう。おやすみ。明日会おうね。おやすみなさい。今日も見てくださった皆さんありがとうございました。バイバイ。